ようないよね。それで思い出した、見たあのなんだっけ、あの若い兄ちゃんたち3人ぐらいがさ、レコード聴きましょうっつってレイラのアルバムを聴いて語ってる YouTube。 知らない。ああ、もうツッコミどころ満載なんだけど、もちろんそれ言わない方がいいと思うよ。え、何何、他の YouTuber の批判はしない方がいい。批判じゃないよ、だからツッコミどころ満載なんだけど、最後まで聞いてほしいんだけど、うん、すごく愛情にあふれてて、うん、彼らの感性の中でいろいろ喋ってて、うん、ただやっぱりその知らないとこがあったりして、これはあのクラフトが弾いてんのかなとかさ、それとかちょっと微妙にずれてて、そういうのをあのいい意味で指摘してあげたい。だけど、あ、そうだね、そういう人たちと一緒に喋りたいよね。そうそうそう、そういうあの全然否定してないですよ。引き継ぎたいよね、話をね。日本の若者、若者がね、あの嬉しそうにね、聞いてくれてるの、いいね、だからそれいいことだね。そう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 、批判じゃないです。そうなんだ。危ねえ、俺もとかく誤解されるからな、気をつけなきゃ。批判つうからさ。ああ。でもそういうことだったら一緒に話して、これがねって教えてあげたいよね。そう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 。うん、だから、ね、あのもし間違ったら書いてくださいって言ってたから、うんうんうん、だからこれは本腰入れてみてちゃんとこうコメント書かなきゃいけないなと思ってちょっと見てないんだけど、今ね、うん、A 面 B 面 C 面まで来てるのかな。おちょっとあとでじゃあ URL 送るから、うんうん、ぜひあの見てあげてほしいんだけど、ね、よもやまもツッコミどころ満載で、よもやまも だからさ、そういうことなんだよ、やってくださいって感じで、うん、たまに言われるんだよね、あの時は喋ってたあれってこれだよとか書いてよって言うんだけど、自分で見てもさ、間違ってるって、あのほらあの俺自分で載せたけどさ、バッジのさ画像なんかでいいよって言ったらさ、ああ、簡単にあのねハイドパークの時でちゃんと指やってるからさ。だって何の台本も何の打ち合わせもなく飲み屋の会話みたいなことしてるわけだから、それはツッコミどころ満載だよね、これは。でもそれがいいんでしょ、それが俺たちの持ち味っちゃうんですよ。それがいいという人はいてくれるからね。もちろん嫌だっていう人もいるかもしれない。だってそういうスタンスじゃないとここまで続かないよ。そうだよね。毎回お題に頭悩ませたりしてさ、おかげさまでさ、もう2000人突破しましたよ。2010人だから、うん、2000人だとさ、なんかまたほら俺嫌えるもんだからさ、もうリキさん嫌いだっていうのは10人ぐらいボロッと出てベッて減るかもしれないからさ、ドキドキしてたんだけど、2010まで行くとさ、まあそんまあいい、俺のこと嫌いだと50人ぐらい出ちゃうかもしれないけどさ、笑い事じゃないんですけどね、意外と登録していただいてありがとうございます。ありがとうございます。ね、ありがたいよね、本当に。まあ3月ぐらいにイベントできたらなと思ってんだけどね。うん、お誕生日だしね、クラフトンのね。そうそうそう。あ、そっか。え、クラフトン今度で79か。すごいね、79歳って。それであんなプレイは、すごいよね。うん、あと歌。歌やっぱ歌うのって疲れるでしょ。あの人さ、だから普通に2時間やるじゃん。 BB キングとかってやんないよね。俺この間5時間やってるやん。昼間さセッションやって1時から4時までね、うん、それで4時半から始めて6バンド出たうちの気づいてみたら4バンドで、俺さ、いや歌わなくていいからって言ってんのに、いやいやとか言ってさ、昼の1時から4時までブルースセッションのホストやってさ、でその後5時から、4時半から4時半からずっと企画のライブをやってて、その 5バンドのうちの4バンド参加してるわけで、しかもホストなのよ、うん、っていうか企画者なの。その説はあの入り口のもぎりとかいうのもいろいろやってもらって助けてくれたんだけど、あれあれももぎりも本当は予定だと俺がやる予定だね。そう、6番どのうち4番と絶対できないよね。できないよ。それでやっぱクタクタになる。クタクタになっただよね。それでちょっと具合悪くなって風邪かなと思ったらね、あの医者行ったらさ、結局あの花粉症だったんだけど、今月今1月だけど、今月何本やったの。じゃあ5本ライブやったの。延べ何バンドね。ね、ちょっと長くなっちゃうけど、うん、キャラクターインディスやって、ね、ヒズバンドやって、それであのバーナサバンドやって、でそこからあのこの間のあのマッコリンでしょ、で熊友、おじいちゃんズで、ライトニングストリートブルースバンド、これ全部違うもんね。で昨日まあ熊友だから、要するに1ヶ月の中で5ステ
5ライブ、5本ライブっていうか5ステージ8バンド、そうだね、あ7バンド、昨日熊友だから。で内容はみんな違うんでしょ。ね、みんな違う曲変えようって言ったから。そんなんでさ、ブラックサバスなんて進むわけないんだよね。それでさ、2月11日、ちょっとその話させてもらうとさ、2月11日に向けてやろうとしたんだけど、まずオーディション受けますって話をしてたと思うんだけどね、あのカズーの。で、ちょっとカズーにもう一回さ、どうって聞いたらさ、あんまり気が進みませんっていうのだから俺無理強いするのが大嫌いだから、で、じゃあもうやんなくていいよって言ってさ、で、まあドラム、まあ見つかれば見つかったんだけど、さすがにさ、見つかったの？一応見つかった。一応メジャーデビューしたこともある上手い人なんだけど、まあでね、そう一つ話したかったのは、その6バンドのうち4バンドやりましたと、で見ててくれたじゃない。でいわゆる習熟している曲についてはさ、みんなに見せてさ、いいなっていうのもあるんだけど、練習6スポしないでさ、やってる曲はめっちゃ破綻するわけよ、当たり前なんだけど。でまあそれでも仲間内のライブだし誕生日だからね、まあみんなはいいじゃないのって言ってくれるよ。だけど自分自身がさ、それがやっぱりとっても罪なことだっていうのに、やっぱはたとね我に返って、やっぱりちゃんと人前でやる以上はちゃんと練習しなきゃいけませんねっていう思いを非常に強くしたので、2月11日予定していたブラックザマスはもう延期して、真面目にこう積み重ねてって、でバンドで何回か練習して、よしこれでいけるぞと言ったっていうことなんで、まあ半年後なのか1年後なのか分かんないけどね。メガネだけブルーのにして、あれですよ、トニアウミメガネにしてますけどね。ちなみにね、うん、俺クリップ結成した時バンドメンバーが固まって、うん、初ライブ半年後だったよ。そうだよね、うん、それは本当は当たり前の人だったんですよ。当たり前っていうか、そうしなきゃならない。そのちょっと適当すぎました。すいません。面白かったけどね。破綻が具合がね。だって、リハーサルで…そんなこと言ってないじゃん。まあ、楽しい回でしたよ。うん、アットホームでね。そうだね。うん、もう本当に仲間ばっかりで、うん、悪口言う人知るめないっていうか。もうね、すごいみんな集まってくれて、うん、決してひどくない会場で25人、30人以上集まった。ライブハウスだよね、うん、まあ炎上が起こったんですけどね、にぎわった。あ、本当、うん、何よりですよ、それは。まあ1月のお誕生会だからね。でさ、その今度企画してるその2月11日のってさ、うん、初めトリオバンド祭りだったんでしょ。そうなんですよ。で僕もそのブラックサバスやるって言った時も、トリオでブラックサバスやろうと、もうこれ前も話したかもしれないけど、やろうと思ってたんだけど、歌歌いながらギター弾くっていうのを別な対バンでセッペリの方がやられていて、それはそれでかっこいいんだけど、なんかやっぱりちょっと物寂しい感じがしたのよ。違うと思う、うん、で、一応トニーアミ好きだからギターもやるんだけど、どっちかっていうとお嬢ズボンもやりたいから、もう一人ギターっていうことにして4人にしちゃったのね。そのトリオバンド祭りで、僕で出るときにさ、それも違うと思うぞ。本当はね、本当はギター捨てて歌わなきゃいけないんだけど、うん、本当はね、やればそれで、まあ、でもギター買っちゃったもんね。そこの問題とほらこのギターメガネも買っちゃったしさ、カワちゃん買っちゃったし、トニーアイオミをして、いやだけど、うん、顔はどっちかっていうとさ、俺オジオズボンの顔似てると思うんだよ。こうやってこうベーって顔してるし、こうメガネこうこの持ってるしさで、いやいやいとかってこうちょっとヨレヨレしながらやる方がなんか俺の感じに合ってると思うんだけどさでね、でケツがトミヘンでトリオじゃん。話戻って、俺たちトリなの。もちろんだ、当たり前じゃん。で俺はそれもうぶっ飛んじゃったから今ちょっと調整中なんだけど、で2番目のバンドはやっぱりトリオでやるって言ったのよ、うん、内海さんとさ、うん、ね、うん、3人でやるって言ったの。したらそこもなんかね、すいません別府さん一人ギター入れていいんですかって連絡来てさ、そこも4人になってる。どういうことをやるバンドだったのそれは。それはね、結局マッコリン の、うん、ドラムを叩いてくれていた、うん、亀井君ってやってた女性のドラムの人が歌も上手じゃない。竹内さん、竹内さん、うん、でそのお客さんで見ていた人が
俺とか菊池さん歌ってんのに、あの無視してさ、あの女の人の歌はめちゃくちゃうまいねっていうの、だったらお前バンドやる、俺たち関係ねえよっていう感じでさまあそれ全く怒ってないけど、でその竹内さんがリードボーカル&ドラムで、うん、で宇都宮さんがベースで、でそれ一旦野上さんってギターの人で、じゃあトリオやりなさいよっつった、うん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 、したらなんかやってたら弱気になっちゃってギター入れますとか言って4人になっちゃったみたいな、うん、だけどなんだっけ、竹内宇都宮野上だから T.U.N. っていう T.U.N.、うんうん、だけど一人本当入ってる。で決まったの、ブラックザマスの代わりのバンド今ちょっと調整中、うん、まあこれが配信されてる頃にはもうライブも終わってるだろうから、そうだね、うん、まあ、最悪2つという手もあるかなと思って、ちょっとウルタネ頼むと、いや俺2ヶ月連続でやんないっていうので一応やってるから。あ、そうなの。そうだよ、だいたい同じバンド2ヶ月出してないの。うーん、まあ、最後泣きつくかもしれないけど今のところちょっとか、まあ最悪2番とかってことは何、2月の11日はリキさん企画の上で参加なしっていうこともありえる。あり得る、あり得る。3月もそうなるかもしれない。だからさっき言ったように、うん、散々やりまくってる中でさ、うん、やっぱりクオリティ低くてなんかやっつけでやるようなことをリハーサルもしないで本番一発で、まあやれやなんとなくさ、セッションでもやってる曲だからさ、なんとなくなんだけど、そういうのもいかがなものかなって気も、みんな気づいてたかもしれないけど、俺もだんだんそういう風な気持ちになってきたから。でも素晴らしい心構えだと思いますよ。いや、まあ だからって今後そういうことがないという保証はないけれども、まあなるだけそうならないようにちゃんとある程度っていうのと、ちょっと疲れてきちゃってそりゃね、いやだから場合によってはちょっと企画も少し休むかもしれない。今頃気づいたかって感じじゃない。いや気づいているんだけど、走り続けないと止まるとさ、またたあのなんていうの、サメのような人だな。サメ、あのあれだよ、マグロだよ、限るけど、うん、あの一旦立ち止まるともうさ、そこからもうさ、死んじゃう、ずっと嫌になっちゃうっていうかさ、会社も辞めた後さ、もうさ、しばらく経つじゃない、もう絶対、うん、仕事できないなみたいな感じと一緒でさ、だからもうとにかく走り続けるしかないなと思ってたんだけど、うん、なんか休みたいなって気がちょっとね、今そこ今葛藤してる自分で、うん、だそれでやっぱり、戻ってさ、うん、自分の演奏のクオリティ、やっぱりさ、例えばあおちゃんとかさ、そういう人たちってのはやっぱ上手いから、前の人からさ、やってほしいって言われる人なわけよ。残念ながらさ、俺は俺がオーダーしてやってくれるかどうか気遣いながらやってるわけよ。だからまあそんなことないよ。いやいや本当、まあマジマジマジ。だからそのね、あの高みにはいけないものの、なんかやっぱりそうするとさ、やってくれてる人たちなんか、まあそういうことはないかもしれないけど、なんとなくあの香りが、いや、やってやってんのにお前なんだみたいな香りがちょっと漂う時もないこともなかったりしてさ、うん、まあちょっとあの戦士、いや感度が強すぎるかもしれないけど、だからちゃんあのというのはもっとちゃんと練習してさ、そういうこう隙を作んないようにしていかなきゃいけないなっていうようなことを思ってます。何言ってるか分かる？分かった。まあもうだからちょっともっと上手くなんないとダメだな。